炎の天候トチオンガーセブンは、新潟の油揚げ屋さんが実製作した正義のヒーロー。とにかくその情熱がすごいんです。自腹でドラマ映画に1200万円使いました。はい、本物ですよ。こちらでいつもね、造形をねやってまして、全部自分でやってます。デザインも、さらに主演もスーツアクターも全て自分でこなします。もう見るからに熱々じゃないですか。やったー、ああ、いただきます。おお、すごいなー。うわ、あ、NG も出てない。はい。